こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、マックの新商品を買ってきました。今回の新商品がこちらのバイドビーフバーガー、オニオンリング&チーズ、カルビマック、ケバブ風チキンバーガー、照り焼きマックが私好きなんで3つここに買ってますね。三角チョコパイの欲張りいちご、三角パイのチョコです。今日ドリンクはスプライトとコーラを買ってきました。はい、袋から出しました。美味しそうです。見てください、かわいい。これサッカーボールの形をしてとてもかわいいです。これがワイルドビーフバーガー、コクうまカルビマック、ケバブ風チキンバーガーです。美味しそう。いただきます。じゃあまずは一番美味しそうのワイルドビーフバーガー。パティが入って、チャダーチーズ、オニオンリングもちゃんと入ってます。ベーコンも入ってるわ。ソースはなんかペッパーが効いたようなソースがついてますね。おいしい。黒こしょう塩だれ、よく合ってますね。パティとオニオンリングの玉ねぎの甘みとすごい合ってて美味しいです。ピクルスがいいね。コーラが合いますな。チェダーチーズもよく合ってる。ソースは赤いから唐辛子ソースみたいな感じかな。ちょっとピリ辛で美味しい。ちょっと冷めてきたから何個か温めよう。最近私聞いたんだけど、パンをねフライヤーで温めるとめっちゃ美味しくなるらしいので、ちょっと今やってます。コクうまカルビマック、レタスとあとマヨネーズがついてるのかな。美味しい。あー、カルビがね入ってるからね、アジア。うん、やっぱアジアはうまい。はい、こちらがフライヤーで焼いたやつです。おー、すごい。焦げてないのにね、パンがなんかカリカリ。おいしい。出来たてのように蘇ったうまさが。これはカルビマックです。うん、おいしい。次はケバブ風チキンバーガーです。うん、ケバブの風味します。美味しい。ハンバーガーってさ、かじると本当中のやつがさ逃げていきますよね、中の具が。チェダーじゃないからチーズの存在感はそんなにないですね。これも結構辛いな。全部辛い？カルビバッグだけ辛くないですかね。ケバブが一番辛いかも。フライヤーするとすごいサクサクで美味しいんだけど、顎が疲れるんだよね、ちょっと硬さが出るから。こちらは新商品だけでちょっと足りないかなと思ったんで、大好きな照り焼きマックバーガーを追加注文しました。うん、慣れ親しんだ味。ケバブ。うん、うん、辛い。結構辛いよ。あ、うまっ。
美味しい。じゃん、最後はスイーツでーす。チョコの方から食べてみようかな。うん、おいしい。チョコのクリームはコクがあっておいしいです。次、この新発売のいちご。いちごチョコクリームも美味しい。いちごが甘いよりの甘酸っぱいで美味しいです。やっぱりスイーツにはコーヒーが合いますね。コーヒーでよ、ティータイムです。うん、美味しい。やっぱ食べ立てだな。最後の一口です。うん、ごちそうさまでした。マックの新商品めっちゃ美味しかったです。マックを大体久しぶりに私食べてるんですけど、動画でさ全種類たくさん食べるからあんまり日常で食べなかったりするんですよね。久しぶりに食べるとすごく美味しいですね。カルビマックとワイルドビーフバーガーがちょっといい勝負してるけど、まあ、若干カルビマックの方が私好みの味だったかなと思います。皆さんはどの味が好きですか？コメント欄でぜひ教えてください。食べてない方は想像で書いてみてください。はい、ここでですね、皆さんにお知らせです。よくこれ食べてほしいとか、私のお店の自慢のこれを食べてほしいとか、コメントとか DM でね、いただくんですよ。今回、それ専用の応募フォームを作りました。概要欄に載せておくので、興味がある方は応募してみてください。何個かお願いがありまして、撮影する前に試食のご提供をお願いいたします。本当にね、私が美味しいと思ったものを紹介したいので、撮影する前に商品を送ってもらって、それを試食してみて、そこで決めたいと思います。2、その商品を販売している企業かお店さんかでご応募をお願いいたします。その食べ物がただ好きとか、そういうお店の人とかじゃない場合、実はその商品勝手に広められたくないとか、取材 NG のお店もあると思うので、その企業かお店さんからお願いいたします。皆さんのご応募お待ちしています。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。バイバーイ。